さあ始まりましたワンキャリー企業ラボ。この番組は様々な企業を徹底的に分析してその魅力に迫っていく、そんな番組です。今回の企業はピアスグループです。ピアスグループと言いますと化粧品メーカーです。ただマルチブランド体制を引いていまして、社名というよりはカバーマークとかデジャビュとかオペラとか、そういったこうブランド名を聞いたことがあるなという人の方が多いのではないでしょうか。さあそんなピアスグループで働く魅力たっぷりと伺っていきます。では今回のゲストご紹介です。ピアスグループから井上さん、そしてレイさんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあというわけでレイさんは初登場ですよね。そうです。緊張してます、はい、緊張してます。ちょっと意気込みどうですか。意気込み、そうですね、はい、うちの当社の魅力を少しでもこうよく伝えられるように、うん、はい、頑張りたいと思います。はい、よろしくお願いします。井上さんもどうですか、意気込み。そうですね、うん、フォローできるようにしっかり頑張りたいと思います。お願いします。はい、よろしくお願いします。さあここからはさらにいろいろと深掘りしていきたいと思います。まずは今回のトークテーマです。こちら、さあ5つご用意しました。お時間許す限り聞いていきたいと思います。まずは1つ目の質問です。こちら、なぜ化粧品メーカーに就職したのということで、これはですね、私の勝手なイメージでやっぱり化粧品メーカーと言われると使ってる方が多い女性ということは女性が働いてる方が多いのかな、なんていうふうにそんなイメージがあったんですが、レイさん男性ですよね。はい、はい、なぜ化粧品メーカーに決めたんですか。これは、まあ、本当僕自身の悩みからなんですけれども、悩みすごい肌が弱くって、結構皮膚科に通ってたんですね。え、すごい綺麗です。いやでもスキンケアとか頑張ってるんですけど細かく見るとちょっと肌荒れがなんかアトピー肌とかもともとあって、うん、でその時にすごい病院行くと男性の患者さんって多くって、当時、はい、でその時になんでだろうと思った時に、多分男性はスキンケアっていう文化がまだその時根付いてなくって、うん、女性はしっかりケアしてるけれども男性はケアしてないがために、多分本当にもう病院に行かないとダメな状態になってしまってから病院に行くみたいな状態があるなというふうに思いまして、うん、そしたらなんか僕みたいな悩みを持ってる人が少しでも減らせるようにと思って、男性がスキンケアするのをやっぱ当たり前にしたいよねっていうのを思って、化粧品のメーカーに、はい、入社したいなと思って就職しました。おお、なるほど。井上さん今のお話聞いて、確かにやっぱり女性の方がこう普段からしてるイメージってありますよね、はい、その辺はどうですか。そうですね、うん、まあ、でもやっぱりよりこういいものを、うんうん、こう提供する側に行きたいですとか、うん、レイさんのように自分が化粧品に救われたからこそ、うん、次はこう自分が与える側だったり、うん、恩返しをする、うん、フェーズに入ってくるっていうので、うんうん、就職をこう目指される方もいらっしゃる方もいて、うん、結構本当レイさんと同じような考え方で入ってくる方は、うん、男性女性関係なく結構多くいらっしゃいますね、うん、説明でも男女比1対1って言ってましたもんね。あ、そうなんです、うん、珍しく思われるかもしれないんですけど、はい、結構オフィスを見渡してみると本当に男性も女性も、うんうん、まんべんなく活躍してらっしゃいますね。レイさん、とはいえやっぱりこう馴染みのない、例えばマスカラとか、まあ、馴染みのない商材も、まあ、一部あるじゃないですか、はいはい、そのあたりは抵抗感というかそういうのはなかったですか。なんか、まあ、もともと僕営業に長くいたんですけれども、はい、この自分の好きなものを取り扱いたいってよりも、やっぱその自分の悩みがすごい顕著だったので、なんだろう、ですね、本当にいいもの、これをちゃんと使ったら良くなるよっていうものを、うん、提供したいっていう思いがあったので、うん、そう考えたらなんかその扱うものが化粧品だからっていうよりも、うんうん、これは自信を持って売れるというか、うん、提供できるっていう思いではそんなになんか心のハードルなく、うん、仕事に取り組めたかなと思ってます、うん、レイさん実際その就活の軸としては割ともう化粧品メーカーがいいなと思っていろいろ見られてたんですか。そうです、僕はもう本当化粧品第一志望です。そんな中でピアスグループに決めてって言われたらどうですか。やっぱりさっきも井上の方から強い製品っていうのがありましたけども、うん、やっぱりそこですね。あ、本当になんかこう自信を持ってこれを絶対使ってっていうのを、うん、言えるものじゃないと、うん、なんかどうしてもちょっと騙してるような気持ちになるのかなっていうのを思ってて、それはやっぱしたくないっていうのでピアスが、はい、選ばせていただきました、うん、井上さん実際こう自社の誇れる製品がこれだけあるっていうのは井上さんにとってもこうね、気持ちがちょっと入りますよね。そうですね、うん、本当にピアスの
もともとのこのなぜ私たちが美と健康を追求しているかというと、うん、やはりこういったものづくりとか製品をこう世の中に提供することでなんとか社会貢献をしていきたいって思ってる会社なんですね、うん、やっぱりあのレイさんもそうですけど自分の肌が少し綺麗になったとか、うん、あの女性だったらマスカラを塗って今日のまつげ史上最高に可愛いとかあると思うんですけど、はい、そんなちょっと小さなことで明日を生き生きと、うん、活躍できるとか、うん、生きれるとかほんのちょっとの自信を持てるとかっていうことで人はきっと変わっていけると思うんですよね、うん、そういう人たちがもう世界中に溢れていければそれがきっと私たちにとっての社会貢献だと思ってるので、うん、そんな風にですね思ってくださる製品を世の中に生み出すべく本当に本当に努力と重ねています、うん、はい、ぜひ聞いてください、まあ、そんなピアスグループのね協力の製品たくさんありますけれどもそれが生まれてくる陰にはマーケティング力があると聞いています。次の質問行きましょう、はい、こちらです。さあピアスのマーケティングの強みとはということでどうなんでしょうか。マーケティングに強みがあるこれはちょっとやっぱりレイさんですね。お話聞いていいですか、うん、今もうすごい本当にマーケティングやりながら思うんですけれども、はい、なんだろう、その流行り物とかをこう取り入れてやっぱこう作る会社さんとかもあると思うんですけれども、うん、あのピアスグループはそのあのベネフィットとかをこうしっかりと今までなかったようなものを生み出して新しい価値を提供していくようなあの考え方がありますので、はい、